たい。どうだろう、なんかあんまり実感がないけど、みんながこうメッセージ送ってきてくれるから、もうそれ見て満足したのもあるけど、ちょっとコンセプトがこう来てくれた人っていうか、お世話になった人に感謝して引退したいなみたいな、本当にやらないでもうやめますみたいなやめます引退しますって言って、そうなんだ、やめようと思ったけど、お世話になった人とかには最後伝えれたらいいなっていうのでやろうかなと思ったから、そうそう、2日しかないのにドレスはなんか今までこうドレスメーカーさん、よくしてもらったドレスメーカーさんに、まあ、一応感謝したかったから、感謝したいっていうか、そのドレスを着て最後引退したいなっていうのがあって、どう思ってたんだろう、どう思ってたんだろう。でも30代すごい楽しいね、なんか気持ちが軽いし、今までなんか変なプライドが結構あったから、その一番がいいとかそういうのがないから、本当に好きなことを周りの人たちと一緒にできたらいいなっていうだけだから、なんか気持ちが楽そうだね。でも辞めるって言ってからかな、一番変わったの、辞めるって思ってるのと言うのではこんな違うんだなみたいなのが自分でもびっくりしたかも、そう、1月1日に言ったから、1月1日以降から全部ナチュラルになってたまつげ外したり、カラコンなくしたりとか、見た目も変わったし、そうそうなんですよ、嫌すぎて全部取ったんですよ、いきなりまつげ、カラコン周りの人びっくりしました、びっくりしてました、誰って感じですよね、多分。エミリアウィズ、お洋服やってるブランドをこれからもっと頑張っていきたいのと、美容系も好きだから美容系ももっとやっていきたいなって、YouTube も楽しいですめっちゃ楽しい、見すぎて寝不足ですよ楽しい、なんか自分で作っていくのが好きかも、 YouTube もそうだし、こう自分で発信したりとか、お洋服もそうだけど、こう自分が欲しいのとか、自分が可愛いと思うのとか、美容も自分が綺麗になりたいし、自分が好きなものとかを調べて、やっぱそれを好きって言ってもらえたらすごい嬉しいし、なんか仕事のために何かやるっていうかは、好きなことをこうやっていきたいな。あ、でも一番最初キャバ嬢だけで小悪魔アゲハに出させてもらって、それでそれまでこう夜しか知らなかったから、キャバ嬢っていうのと夜しか仕事で、その時に初めて昼間の仕事をして、こう昼間の世界を見て広いって思って、なんか雑誌に出れたとか、そういうモデルの仕事ができたっていうよりかは、その広い意味で、大きい意味でこう自分の視野を広げてくれたじゃないけど、だからすごい感謝してた。こんなになんかあんまり自分をすごく見せたいと思わなかったのが初めてかも。そう、今までなんかこうさ、自分をどう見せるかみたいな、こう見られてほしいみたいなのばっか気にしてたから、こうすごい疲れてたところがあったかもないかな、ありのままでね。でもちょっとなんか緊張じゃないけど変な感じ、誰も来てくれなかったらどうしようかで、さっきも言ってたよやっぱドレスの時長い方が可愛いですよね、だって感じでね。でもこれが一番自分の好きな髪の毛かも、ハーフアップのくるくるの前髪あるジェントルの時いつもこの髪型だったから、この髪型するとなんか頑張った時の自分を思い出して、なんか懐かしい。I read in the silence. I
じゃん。待って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 
これからも頑張ってください。活躍に期待してます。頑張ってね。どうも、つばきさなです。こんにちは。YouTube っぽい。はい、エミリさんお疲れ様でした。もうエミリさんとは一緒に働かせてもらったことはないんですけども、一緒に、モデルの仕事だったりとか、そう、同じお店に働いたことはなかったんですけど、すごい尊敬してます。これからもいろんな仕事に携われたらいいなと思ってます。頑張ってください。私も頑張ります。お疲れ様です。またね。相澤さん、ご卒業おめでとうございます。します。お撮りします。はい、あとお預かりしたカメラです。お撮りします。本日はどんなでしょう。エミリー、10年間お疲れ様でございました。これからも、歌舞伎町を見守ってね。俺はもう卒業だけど、さよなら。はい、お撮りします。もう一枚お願いします。はい、今日が最後じゃなく今日から始まりなんで、門出に祝ってソーメンジャパンもよろしくお願いします。嬉しいですが、これからも応援してます。でも嬉しい。手紙書きました。嘘、本当、言ってください。あー、どっちでも多分最初からポテンシャル高かったと思うんですけど、頭いいじゃないですか、お兄ちゃんって。だから結構こっちも、あ、確かになって思うこととか、結構ハッとすること、鋭いこと言うじゃないですか。だからそこはやっぱ素晴らしいなと思います。なんかやっぱさすが、やっぱ売れる子は違うのか、やっぱ違う、頭の良さっていうか、鋭さっていうか。みーちゃん、みーちゃん、お疲れ様でした。おめでとうございます。おめでとうございます。エミリーさん、今までお疲れ様でした。これからも活躍楽しみにしてます。これからもよろしくお願いします。お仕事以外の話もできるし、なんかこう夜のなんか業界で仲良くなって、こんななんかいろいろ話せる子って他にあまりいないんで、すごいなんか貴重な同志みたいな存在です。エミリーちゃん、10年間お疲れ様でした。今日と明日はすごい楽しみにしてください。エミリーちゃん、お疲れ様でした。お疲れ様です。エンジェルハルです。今後ともよろしくお願いします。またお仕事で会いましょう。エミリーちゃんもうとにかくキュートで、でもちゃんと仕事もすごく考えて真面目にされてる方で、やっぱりもうね、真面目な姿勢が素晴らしいなっていつも思ってました。いろいろお食事とかも行かせていただきましたけど、エミリーちゃん引退式やっと来れましたけど、本当にお疲れ様でした。長年、ね、いろんな思い出がありますけど、ちょっと寂しいんですけど、でもクリニックも行きますし、これからも仲良くしてください。本当に45お疲れ様でした。エミリーお疲れー。10年間かな、頑張ったね。みんなご飯行こうね。お疲れ様でした。それも素敵な人だと思います。嬉しい。緊張する。やっぱ人間として素敵な人だと思います。お寿司に行くことも多いんですけど、私より食べますし、味噌汁おかわりするじゃないですか。じゃあ
エミリーもっていう感じで言われたので、なかなか女の子で味噌汁を開発してていないでしょ、お寿司屋さんで。おあだから、なんか好きなものが似てるかなって。あ、見ました。チャンネル登録は、チャンネル登録はまだしないんですけど、していいのかなと思って。ぜひチャンネル登録わかりました。しますね。はい、バックの中で、気になる気になる。チャンネルを見てくださってるんですね。エルメスの黒子のオーダーのバッグです。一番中身で大切してるのは自撮り棒です。エミリーと変わらなくない、じゃがりことレベルは。これが一番大事です。お疲れ様でした。もう少し仲良くご指名もしたかったですけども、でもこれからもずっと応援団長のつもりで頑張りますので、またこれからも仲良くお願いします。この味噌、はい、お疲れ様です。まあ、お疲れ様です。お疲れ様です。